中年オタッキーです。今年はね、悪天候の日が多くて、今日もね、雪で通行止めがバンバン出ておりまして、まあ、オタッキーが通った道はね、影響が出ないとこう通ったんで、まあ、事なきを得てるんですけどね。そんなわけでね、今日は、このカメラで撮ってきました。これね、以前オークションで300円で入手した、ミノルタの XGE に、レンズがね、MC6 コール PF55mmF1.7 というレンズで撮ってきました。で、フィルムがね、ちょっと前にね、B&H フォトから、輸入っていうかね、購入しましたアリスタエデュウルトラ400っていうフィルムで撮ってきました。で、このフィルムね、400のフィルムとしてはあまり評判が良くないんですけど、とにかく安かったんですよ。過去形なんですけどね、残念ながら。そんなわけで、今日の動画スタートさせていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今日撮影してきたこのミノルタ XGE なんですけどね、まあ、300円で入手したんですけど、レンズはね使えないものがついてたんで、この 55mm のね F1.7 というレンズに変えて撮ってます。このレンズね、いただき物も含めたら3本ぐらい持ってるんですけどね。で、このカメラね、あのミノルタ X7 のベースになったカメラではあるんですね。ちゃんとねミノルタらしくね、この触っただけで露出系がね動作するこの接点ね、でね、基本的には絞り優先 AE で撮る一眼レフカメラなんですけども、フルマニュアルでも撮影できます。ただフルマニュアルにすると露出系は使えません。基本的に AE で撮れっていうことなんでしょうけど、私はまあマニュアルで撮ってきましたが、まあシャッタースピードはねマックスで1000分の1。はい、横走り布膜のフォーカルプレーンシャッターになりますね。ちょっと調子悪いの。こんな感じのね、音になります。まあ、たくさん売れたカメラでね、オークションでもたくさん見かけるんですけど、まあ、こんな感じですね、フィルム室内はね。ちょっと電池が切れかかっているようです。よっと。でね、フィルムなんですけども、アリスタエディウルトラ400なんですけど、僕が購入した時は100フィート巻きね、100フィート巻きで51ドルだったんですが、値上げになったみたいですね。今 B&H フォトで確認したら残念ながら63ドル99セントと大幅な値上げになっております。残念。でね、まあ、撮ってきたんですけど、このフィルムね、ネットではね、シャドウ部分がべったり潰れてしまうっていう評判なんですよ。で、本当にそうなのかなっていう感じでね、購入したんですけど、まあ、なんでこれ買ってかって、まあ、安かったからなんですけど、みんな値上げしちゃったんで、50ドルそこそこで100フィート巻きが買える400のフィルムがもうこれだけになってたんで、まあ、とりあえず買って試そうということで購入してきました。で、撮ってきたんですけど、とりあえずはね、400で撮った作例から見ていきましょうかね。まあ、400の実力が果たしてあるのかどうか、ということで、ここからは、とりあえず400で撮影した作例になってまいります。はい、400で撮った作例なんですけどね、もうね、シャドウ部分ががっつり潰れちゃって、てるのがわかると思いますね。で、流浄感はほとんど出てないように思えます。まあこの写真はまだまとめですけど、やっぱ葉っぱの影の部分、シャドウがべったり潰れてますね。こちらは倉庫の中の部分、全く映っておりません。あ、流浄感結構出てるかな。こちらもね、まあちょっと暗い写真になって出てますね。これもね、鍵の表面ね、錠前の表面のディテールがあまり出てないようにも見えますね。まあ、かもなく不可もなくというか、まあ、好きな人もいるかもしれないですけど、これも木陰の部分のシャドウの部分ほとんど潰れておりますし、これがよくわかりますね。狛犬のね、顔の部分のね、シャドウがべったり潰れているのがわかります。こちらもね、端の欄干のシャドウほとんど出てないですね。ちょっとは出てるかな。まあこんな感じなんですが、
まあ、これ見てたらわかると思うんですけどね、これ400の設定で撮ってます。大抵がね、1000分の1の F8 で撮ってるんですけど、これ実行感度多分400ないなと。で、現像チャートを見るとね、液温20度で現像時間が7から8と。かなりファジーにですね、書いてある。D76 現役で7分から8分と。1分も差があったらね、もう現像感度2段ぐらい変わっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、まあ、おたきは今回ね、22度6分15秒で現像してきました。まあ、ほぼね、20度7分、というチャートと同じぐらいのデータになってくるとは思うんですけど、これ400多分ないですね。感度400ないと思います。で、まあ、そのね、シャドウが潰れるっていうのは知ってたんで、評判でね、知ってたんでね、100でも撮ってきました。同じフィルムでね、設定を変えて100でも撮ってきたんですね。で、ISO 100で撮影。で、現像時間が22度、SPD50% 希釈22度で6分15秒で現像した、作例をここから紹介していきますね。はい。100で撮った作例なんですが、これ100ですね。はっきり言ってしまえば、この現像時間で行くと100だと思います。で、100、これね、もうこの木のね、影のディテール出てると思う、出てるのがわかると思いますし、まぁ、ちょっとつぶれ加減ではありますけど、この影のね、柱の影のディテールも出てますよね。で、こちら一番奥のね、建物の影のディテールが出てるのもわかりますかね。で、こちらもそうですが、狛犬の、後頭部の影の部分ね、シャドウ。特にこれがよくわかるな。建物の中のディテール出てるのがわかると思います。これもはっきりわかりますね。これもはっきりと影の部分にディテールが出ておりますね。まあ、流浄感はね、まあそこそこに見受けられますが、100で撮るのが正解かなと。で、これ多分ね、中身フォアも400、フォマパン400と同じものだと思うんですね。ネットで見る限りはやはりね、実行感度が低いと。フォマの400も実行感度が低いという評価が、見て取れました。で、今後ね、ちょっとテスト、これだけではちょっとはっきりわからないなと。現像時間が短いのかなと思います。だから、とりあえず次はね、400で撮って、20度8分で現像してみるかと。1分伸ばす。まあ、22度だったら、そうですね、7分ぐらいですかね。で、やってみようかなと思います。まあ、せっかくね、400、まあ、長巻きで買ったんで、21本ぐらいできちゃったんですけど。まだまだ使わなきゃいけないんでね。で、悪いフィルムじゃないと思います。おそらくはね、T 状粒子ではないと思います。吸入剤なんだと思いますね。8分現像したらね、そこそこ粒子が出るかもしれません。前回ね、テストした、ローライ RPX400 だったっけ？そちらとのね、比較もやってみようとは思いますが、もしね、現像時間8分、ローライのね、RPX400 も、現像時間8分だったんで、もしかしたらトントンの仕上がりになるかもしれません。もしトントンの仕上がりになるようであれば、かなり安いぞと。で、現状ね、B&H ほどで製品版がね、5ドル90セントぐらいだったかな。決してね、安いフィルムという部類にはないです。ケントメは400の方が、ほんのちょっと安いんですけどね、製品版で比較すると。長巻きでも比較するとちょっと安いのかな。うん。で、決して安いフィルムではなくなってしまったんですけどね。せっかく仕入れたんでね、いろいろテストしてやってみようと思います。ただ仕上がりはね、ケントメアパン400はね、かなり柔らかい感じ。で、おそらくなんですけども、アリスタエデューウルトラ400はかなりね、ハイコントラストな仕上がりになってくると思います。まあ、価格はね、現状ではケントメアの方が安いですが、コントラスト高めに仕上がる安いフィルムという意味では、もしかしたらアリスタエディウルトラ400の需要はあるのかもしれませんね。今回はね、自家現像のネタがかなり入ってきましたが、
またしてもマニアックな内容、まあ、マニアックな内容になるとね、再生回数伸びないんですが、機材オタクの方はたくさんいらっしゃるんですけどね、写真を撮りたいっていう人はなんかどうやら少ないみたいで、なんのこっちゃって感じなんですけどもね、まあ、できればね、たくさんシェアしていただければ、嬉しく思います。はい、今日の動画こんな感じでね、ここからはね、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはケンちゃんさんからですね。作品投稿です。昨年暮れに行った奈良町です。この町もだんだん変わっていきます。久しぶりにペン EE で撮りました。富士カラー100ですということですね。2枚目は万博公園の花壇からです。撮ってると面白いです。こちらもペン EE です。同じく富士カラー100ですということですね。で、作品なんですけど、これ横構図でとりあえず撮られておるんですが、まあ、富士らしい色になってますね。光はまあないのかなと思いますが、まあ、ペン EE ね、ハーフサイズにしてはかなりのディテールが出ていると思います。ちょっとアンダーかな。で、2枚目の方なんですがね、ペン E で撮るとね、往々にしてカラー写真はこんな感じになります。ちょっとね、モワッとすることが多いんですね。光はやっぱりちょっとそこそこかなって感じになるんですが、光のない、環境で富士の100で撮ると結構淡白な色になってしまうかなって感じですかね。カラーネガーね、どうしたってね、ちょっとオーバーで撮った方が色が乗っかるんで、そんな感じで、撮っていけばいいのかなと思います。ケンちゃんさん、ありがとうございます。次は野良旅人さんですね。3枚組写真になります。中年オタッキーさん、こんばんは。久しぶりに作品投稿のコーナーに投稿します。今回は組写真で3枚です。作品はデジタルですが、リバーサルフィルムの現像ができたらまた送ります。タイトル、本物はどれだ。3台のカメラを並べましたが、本物は1台だけです。さてどれでしょう、的な感じで撮影しました。撮影機材はニコン ZFC プラス 28mmF2.8 レンズキットです。まずは1枚目、2枚目、3枚目。まあ、わかりますね。これはわかりますね。ということで、正解は真ん中のニコン F でしたということで。あとの2台はカルディのお菓子缶ですね。昨年も発売されましたが、売り切れで手に入らず、今年こそは買いに行き、お一人様1個ということですが、なんとか入手しました。中にはチョコレート菓子です。カメラはライカとローライなのかな？よろしくお願いしますということなんですけどもね。これね、まあよくわかる。これ僕はお菓子だけはね、食べたことがあるんですけどもね。ニコン F 型のお菓子はさすがにないのかな。ニコン F 非常に状態が良くて、ちょっと羨ましい感じなんですが、他のね、お菓子の缶詰もね、非常に羨ましいです。これ手に入らなかなか手に入らないんですね。で、転売屋さんの的になってるんですけどね。そんな感じですね。野良旅人さん、ありがとうございます。次はね、ふわふわもちもちさんから投稿です。こんにちは、ふわふわもちもちこと花子です。今年も動画やライブ楽しみです。今回は年末に入れたフィルム撮り終えましたので投稿します。ありきたりですが、初日の出です。みんなで初日の出を見ようという毎年恒例の地域行事に早起きして家族と行ってきました。タイトルは、今年も1年健やかでありますように。カメラ、ツアイスイコンコンテッサ S310 です。フィルムは2019年期限切れの富士 C200 です。ピントが目測のカメラで失敗ばかりですが、まともに撮れたうちの1枚です。よろしくお願いしますということで、作品なんですが、うん、これはもうね、タイトル画面にしましょうか。確定。初日の出でこれだけ美しい作品、見事だと思いますね。太陽がね、これ海にね、一筋、映って、非常に美しい作品になっておりますね。で、目測でね、失敗するということなんですけども、目測はね、被写体に、距離を合わせるんじゃないんですね。距離に被写体を合わせるんです。何言ってんのって思うかもしれませんが、例えば自分が自信があるね、距離。例えば2メートルは絶対分かってるぞって言ったら、まずピントを2メートルに合わせます。ピントを2メートルに合わせて、被写体まで2メートルの位置で撮るんですね。被写体まで何メートルかなって言って合わせると、ピンボケが発生します。これちょっとコツなんでね、目測カメラではそういう撮り方をすると失敗が減ります。そんなわけで、これタイトル画面、ゲットですね。ふわふわもちもちさん、ありがとうございます。
次がね、トゥーランさんですね。チュナオタッキーさん、こんばんは。寒い日が続きますね。正月休みにハーフサイズカメラで街撮りスナップをしてきたので、組写真で投稿させていただきます。大阪市内のレトロな街並みを撮り歩きしました。タイトルは、そこにある昭和です。使用したカメラはオリンパスペン EES 初代です。60年近く前のカメラですが、きちっと映ります。フィルムは期限切れの富士業務用カラーフィルム100です。これだけ映るんならフィルムコートの現在、節約のためにハーフサイズをどんどん使おうかと思います。今年の冬は雪も多く交通事情も悪いかと思います。今日も悪かったです。くれぐれも巻き込まれにはご注意いただきたいと思います。ご自愛ください。また投稿したいと思います。ということで、3枚組写真なんですが、本当にこれ映りいいな。ES 最近使ってないんで、ちょっとカラーで撮ってみようかなと思いました。3枚ともね、これ本当にハーフとは思えない写り。ペン EE ではね、そのもわっとした写真になりがちですが、3枚とも非常に美しい写りになってますね。3枚目のね、大村コンの看板が非常に懐かしい作品になっております。トゥーランさん、ありがとうございます。今日ね、4名の紹介になっていきます。実はね、作品投稿のコーナー紹介しきりましたんで、まだ紹介されてないという方はぜひ DM ください。まだだぞ、コルワーみたいな感じでね、忘れてんぞ、みたいな。そんなわけでね、作品投稿のコーナー、種切れになっておりますので、また投稿よろしくお願いします。はい、今日の作品投稿のコーナーここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日は LP500S さんの俺のカメラですね。おたきさん、いつも動画楽しみにしてます。フィルム高騰でフィルムカメラをやめようと思ってましたが、メルカリでこのカメラを見つけ一目惚れ。このカメラメーカーの存在知りませんでした。大和工機工業、大和工機じゃないですね、大和工機かな。1956年に発売したパックス M2、 レンズはルミノール 45mmF3.5、 シャッターはバルブ10-300、110×60×60、480g。発売価格12,000円、整備品を14,000円で購入しました。オリンパスペンとほぼ同じサイズです。オール金属でサイズ感、質感、最高です。ということですね。いや、僕もね、これ知ってはいたんですが、なかなかね、まあ、出会いがないというかね、このパックスって書いてあるね、カメラ結構ね、見かけるんですけど、これものすごく状態がいいですね。価格もね、14,000円となかなかになりますが、果たしてこのレンズどんな写りなんでしょうね。ぜひぜひ試してみたいとおたっきも思いますが、まあおそらくはね、テッサーとかね、エルマーとかのコピーになっていくんでしょうけどね。これオリジナルの張り側が非常に美しいですね。ほんのちょっと傷はありますが、かなりの上物だと思いますね。ローライ35と比較しておりますが、そこまで大きくないのがわかると思います。ローライ35がものすごく小さいカメラなんでね。はい、LP500S さん、ありがとうございます。ここからはやったやっちまったコーナーになります。はい、やったやっちまったコーナー、今日は夢旅人さんのやっちまったみたいですね、どうやら。やっちまったコーナーへ投稿です。久しぶりの投稿です。ヤフオクで物色していたところ珍しいレンズを見つけて入札。シグマ FT80 キャノンオートボーイ2専用は入札してカメラを見るとオートボーイ2を所有してないことに気がつき、誰か入札するだと思っていたけど競合することなく落札。その後オートボーイ2がジャンクであったので大丈夫だろうと思い入札して、これまた競合することなく落札。自宅に届いて、電池を入れると通電 NG。 うわここまで来ると何としても動く個体が欲しいと思い、またしてもジャンク品を入札。今回も競合することなく落札。自宅に届いて電池を入れて確認すると通電 OK、 フラッシュも光りました。珍しいからといって入札すると後が大変だと分かりました。左側が通電 NG、右側が通電 OK で FT80 をつけてみました。 FT80990円で落札、送料別。オートボーイ22台とも1000円で落札しました。今年の目標はオタッキーさんの画面からはみ出すぐらいの
を提供できるように投稿できればと思います。今年もよろしくお願いしますということなんですけど、なかなか苦戦しましたね。っていうか、こんなレンズあったんだな。これ、オートボーイ2にひっつけて望遠にするということなんでしょうけど、僕もオートボーイ2動くやつを持ってるんで、ちょっと探してみようかな。どんな写りになるんだろう。何ミリになるかな。80ミリになるの。80ミリ、 FT80 だから多分80ミリになるんだろうな。80ミリにしては長いな。面白いですね。これどんな写りになるんでしょうかね。はい、夢旅人さんありがとうございます。そんなわけで今日の動画は終わっていきます。俺のカメラとやったやっちまったコーナーはね、ちょっとね、遅れておりますね。紹介が遅れておりますが、もうしばらくお待ちください。でね、作品投稿のコーナーはね、もうすでに、枯渇しておりますので、投稿よろしくお願いします。投稿のルールがわからないという方は、オタッキーのね、 YouTube のチャンネルの概要、こちらにルールを記載しております。各コーナーのルールもすべてって記載しておりますので、ぜひそちらを参考にして投稿いただければと思います。はい、今日の動画こんな感じでちょっとマニアックな内容になっていったんですけども、できるだけ安いフィルムでというね、スタイルになっていくんでしょうが、またまたコダックのトライ X も少し値上がりになりましたし、アリスタエデューの長巻きがドカーンと値上がりになったのはちょっと痛いなぁと思いますね。これでね、もう50ドル台で買える、100フィート巻きでね、50ドル台で買えるフィルムがなくなってしまいました。このままではモノクロも上がっていくのかなと思います。なんとか食い止めたいところではありますがな、流れ的に苦しいかなと思いますね。まあ現状の価格だとまだできるかな。モノクロはね、カラーは結構厳しくなってきてるんですけどね。これ以上上がらないことを祈りつつ、今日の動画を終わっていこうと思います。高評価コメント、どしどしお願いします。またチャンネル登録の方ね、ぼちぼち増えていっておりますがね、まだまだ、5000名をとりあえず目指して頑張っておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いいたしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。